皆さんこんばんは。吉岡翔平と申します。私はですね、現在京都市役所の方で働いておりまして、今回、この発表についてはですね、私が、過去に京都大学に、在学していた時のご縁がありまして、この場を借りて、発表させていただきます。卒業生がですね、今社会の方に出て、ご自宅だけで、活動しているか、あるいは過去にどういったことを学んでいたかというのをお伝えできればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、私の、今日の課題、大きく3つありましてですね、キルトカード教育研究センターとの出会い、そしてポケットゼミを受けた後も続いているご縁、そして森の海の恋人活動で学んだことという3つに分けてお話をさせていただきます。私と梅里美玲感覚、あるいは経験の場との出会いなんですけれども、京都大学に在学していた時のポケットゼミがきっかけです。最初、有明海の田中先生がやっておられた有明海のポケットゼミが、に行きまして、その後、畠山さんが活動されていました経験の場での、ポケットゼミナーというふうに言っております。ポケットゼミナーについてはちょっと後ほど説明をさせていただきます。そして、実際に気仙沼に行ったのは2005年の8月、今から7年前、この発表のためにですね、ちょっと過去の写真を見てたんですけれども、もう7年も経ったのかというのが正直なところでして、そして7年経って私がちょっと前でしゃべるというのも全く想定してなくてですね、一応この発表については、ある日突然電話がかかってきまして、ラミド神殿で吉岡さん、一緒に、当時気仙沼に一緒に行っていた松永さんという方からですね、吉岡さん、ちょっとこういうのがあるんですよ、前で喋ってくださいと。で、周りでね、喋る人がこう研究者だったり畠山さんみたいな方だったり、そういう方の中で、社会に出てまだ3年目なんですけれども、もうそんなに経験もないし、いいですかねっていうところなんですけど、ぜひ喋ってほしいということで、ちょっと今回喋っております。では、ポケットセミナーっていうのを、今までですね、ポケゼミ、あるいはポケットセミナーっていうのを、何個かフレーズとして出てきたんですけれども、ちょっとそれについて説明をさせていただきます。ポケットゼミというのはですね、京都大学が、新入生を対象にやっている少人数制の授業のところでして、こちらですね、京都大学のホームページの方に、行きますとですね、この高等、教育研究開発推進機構、名前は難しいんですけど、そこの中にポケットゼミの紹介っていうのがあります。なかなかちょっといきなりこのページにたどり着くのはあれだと難しいと思うので、東大ポケットゼミとかしていただいたらいいんですけど、特色としては、少人数制っていうところと、このフィールドワーク、現地で、現場に出て、学ぶ、そして、どの発表を、経験するっていうところで、こうなかなか普通の授業だと、こう教育、どうしても同じような人ばかりが集まってしまう。工学部だったらの授業であれば、やっぱり工学部の人が多くなりますし、農学部であれば農学部の人が多くなるというところなんですけど、これはもうそういう垣根を取り払ってですね、興味のあるところにどうぞというところで、この授業に私、気仙沼のコーナーと、本当はこれね、1回だけしか行けないんですけど、ちょっと私お願いをしまして、気仙沼の方にも来ましていただきました。これは去年の、やつがまだホームページに残ってましたので、大体こういうのがありますっていう例をちょっといくつかお見せしようと思うんですけれども、真ん中に画面にですね、青い字で魚類心理学入門って、これ先ほどお話しされてました増田先生の授業がありますし、ちょっと下の方なんですけれども、フィールド実習森の海の恋人といって、7年経った、去年なんて6年経った後も、まだちゃんと続いているんです。授業が、名前ちょっとね、大
最初から変わっているかもしれないんですけれども、確かに引き継いでいる形で、現在もこういった、事業があります。それでですね、あとは気仙沼の、ご紹介をちょっとしておかないといけないかなと思いました。なぜかというとですね、気仙沼はあのこういった三陸の方、あの昨年の震災の後は比較的報道される機会が多かったと思うんですけれども、いまいちこう一番かというのがあのなかなかつかみづらいところでして、気仙沼市というのはですね、宮城県の一番北、もうほとんど岩手県に接するぐらいのところでして、あの右側が Google から引っ張ってきたんですけれども、気仙沼で、一ノ関であたり、一ノ関大島あたりが世界遺産だった平泉があるところで、気仙沼のすぐ上にある陸前高田というのが一本松が残ったところで、画面の下の端っこに仙台があるんですけれども、仙台から気仙沼までですね、大体3時間ぐらいはかかるぐらい、ちょっと相当あの京都が行くと相当不便なところです。でも、あの不便だからこそいいことがありますというところで、次はね、実際の講義に尋ねたところなんですけれども、こちらの大根っていうところが、気仙沼市からちょっと離れたと、中心からは外れているんですけれども、畠山さんのお宅と、先ほどの牡蠣の養殖場、水山養殖場があるところです。そして、気仙沼市が、漁港、水産市場であったり、市内の中心地、そして気仙沼湾の方に、大川という川が流れ込んでいるんですけれども、その大川を遡って源流の方にあります、黒根山というところがありまして、その周辺で、森の網のポイントの食事をされたところがありまして、この大川の、流域っていうので、もう海から山まで、その流域を、全体でも学ぶというような、OK になりました。でですね、これはあの実際に食事を過去にしたところを、訪ねている、写真ですね。で、これあの私も発表をするにあたってじっくり出て気が付いたんですけど、あの先頭を歩いているのが大体先生と、竹山さん、あと追っかけているのは学生で、ちょっと情けない家なんですけれども、まあ、それで、山を登っているところです。で、登った先にですね、あのこういう形で、あの過去にこれ平成17年なんですけど、どこどこ小学校の、大々さんが植えましたというのが、なんと立ってまして、で、まあ、そこでですね、森の先生、森林の先生の竹井先生の話を聞くと、で、まあ、山ではこういう話を聞いたかと思うと、降りてきたところでですね、あの畠山さんの話を聞き、で、こちらはですね、大川の小鳥で話されているんですけれども、確か話していた内容はですね、確かこの辺りに過去にダムを作る計画があったんですと。で、今はなんとかそれはなくなったんだけれども、そういう過去がここにはあるんですよという話を川のそばで聞いている場面です。こちらはですね、あの今度は海で、講義を受けている場面なんですけれども、畠山さんがあのぶら下げているこの三角形というか円錐形のやつがですね、プランクトンネットというやつなんですね。で、これが何をするかというと、このプランクトンネットを引っ張ってですね、牡蠣の餌となるプランクトンを集めると。で、集めた後どうするかというとですね、あの私たちがいただくわけですね。あのあの牡蠣の気分になってですね、あの味わうと。で、あのまあさすがにですね、7年の前なんてはっきりとは覚えてないんですけどね、そんなに悪くなかったと。あの意外とおいしくしょっぱいのはしょっぱいんですよね、海水があるんで。ただ、あのもうこんな味がするんだっていうのは割とこうあの全然ダメっていう感じではなくですね、ああっていう感じだったんですよね。まあそういうこともですね、しています。もう頭だけではなくてですね、あの実際に、感じる部分というのが非常に多かったのを覚えています。
こちらはですね、さっきのイカダヤについている、生物を分類している場面ですね、まあ、ホヤとか、海藻とかいろいろついています。そうだと思うとですね、これが和線を漕いでいる場面です。まあ、最近はですね、強化プラスチックの割と現代技術のようですけれども、昔ながらの和線が当時畠山さんのところにありまして、一緒にいた学生が船を漕いでいる場面です。畠山さんはもちろんなんですけれども、田中先生が非常に上手でして、多分この番組では田中先生が漕いでいる学生を見ながら、まだまだやなということを多分思っていたのではないかという場面ですね。まあ、こんな、ところで実際の場面が、講義は先ほど前の写真のようなものだったんですけれども、まあ、ここまででしたらですね、こういう楽しいポケットセミナーがありましてっていうところなんですけれども、それで終わらなかったっていうところなんですね。実際に昨年の3月11日、気仙沼だけではなくてね、震災が発生したときに、やっぱり真っ先に思ったっていうのは、気仙沼の畠山さん、大丈夫かなと。ポケットゼミっていうのはすごい強烈な体験として私の中に残っていまして、出来事っていうのがやっぱり他人事でなかったというところが非常に大きいです。実際に義援金の方もですね、義援金お願いしますっていうメールが来ましたので、私もちょっとお金を入れまして、でそれからですね、4ヶ月ほどしてお手紙が届きました。もう4ヶ月が過ぎようとしておりますと、まあ、全部は読む時間はないんですけれども、先日牡蠣の養殖いかだを浮かべて復興に向け第一歩が踏み出しました。まだ震災からですね、4ヶ月も経っていない段階でこういう形でメッセージというのを受け取りまして、現地にですね行きたいという思いが非常に強くなりました。こちらのですね、後ろ民宿なんですけれども、ちょうどその7年前の泊まった民宿にですね、当時はまだインフラが復旧してなかったので、NTT の方と江戸川区役所の方が泊まっておられたんですけれども、なんと部屋が行ったので、一緒にちょっと泊めさせていただきまして、7年前の地をちょっと再び訪ねることになりました。記憶の中にある景色というのは、とはちょっともう全然違っていてですね、もうここに来るまでの途中の道っていうのは、こう震災からちょうど半年ぐらい経ってたんですけれども、全く片付けない部分っていうのもあってですね、で報道されている部分って本当に一部なんだっていうのを感じながらこちらの方に、来ました。それでですね、ちょっと和線があったあたりなんですけれども、あまりこう研究をとどめてなくてですね、でも本当にこの日行ってて思ったんですね、天気が良かったこともあるんですけれど、海がすごいいい色をしてるんですね。その中でも復興というか養殖をどんどん進めていく、再開していく動きっていうのを、感じられる場面がありまして、こんなふうにですね、もう地垣をつけて裏手、の方につけている場面っていうのもいることができました。私がですね、気仙沼を再構築感じて、その森の実の交流の活動、あるいは森里理念感覚から学んでいたことっていうのは、本当にその自分自身、まだこういう、年齢ですので、特別何かが本当に大きなことができるわけではないんだけれども、その中でいかに何をしていくかっていうことではないかなと思います。その一つはやっぱりその忘れない、ずっとそのどうしても時間が経つと忘れていってしまう部分もあるんですけど、忘れなくてできない中で自分にできることをどれだけやるかということだと、思っています。本当
にですね、現場、ね、いつ書いてるんですけれども、本当にその、何か困ったりしたら、やっぱり現場、現地っていうのは、すごい一番答えがあることだと思います。その原点に戻るっていうことが、本当に大切なのかなと思います。そして2つ目について言うとですね、私、社会で生活していく上でですね、どちらも組織だったり、会社っていうのを生きていく上では、なんかそこに合わせないといけない部分ってすごくあると思うんですけど、それと同じぐらいに違う考えの人、違う、社会の人と、世界の人とつながるっていうことも、本当に大切でして、そういう人が、力を合わせるっていうことで、もともとは全然、想定してなかったような、すごい成果っていうのを、あげられるんだなっていうのを私は、感じました。で、私なりにですね、その魅力っていうのを考えてみたんですけれども、やっぱりこの場っていうのは本当にいろんな人間が出会う場で、いろんな人が集まってきて、そこから新しい動き、まあ、一つはその森里遺伝館とか誕生したっていうのは私の動きだと思うんですけれども、その動きが生まれる場なんだっていうことと、それぞれ皆さんが、バックグラウンド、研究室だったり、実際、養殖だったり、でそれぞれがこちらでできることっていうのを頑張っておられるっていう、そこが魅力かなと私は思っています。最後にですね、この写真を私はすごい好きでしてですね、なぜかというと、本当に畠山さんっていうのはすごい方なんですけれども、畠山さんだけがすごいんじゃないですか。奥さんもすごいし、息子さんもすごいし、一緒にその活動していらっしゃる皆さんもすごいし、その森里遺伝館だったり、その森上の保育活動っていうのを、まあ、本当に一人でやってるんじゃなくて、支え合う人がいるからこそできることなんですね。本当にその一人じゃないと、本当に誰かと、支え合うことで新しい動きというのが生まれていくんじゃないかなと思います。まだですね、ちょっと今までのスライドでだいぶ魚とですね、食べ物の写真を見せられてですね、お腹が空いてきそうな状況なんですけれども、じゃあ、森里遺伝館、じゃあ実際その、例えば、私が今の職場に戻ってどう考えるかっていうところで、じゃあ私も人間観覚ってどういうことをできるだろうかっていうのを考えてみたんですけど、それはまあもうすぐ簡単なことで言ったら、おいしいご飯とおいしいお酒を、まあ、そうですね、未成年の人は覚えてないね、おいしいご飯おいしいお酒を本当に良き仲間と、楽しむためにはどうしたらいいんだろうかっていう、そこなのかなというふうに感じています。本当に難しいことをですね言っているようなんですけれども、全然すごい自分の心に落とし込めばできることって あると思うんです。本当にそのできないできないではなくて、その中でもできることっていうのを、やっていければ未来への力になるんじゃないかなと思います。綺麗に発表したすみません、こんな拙い発想ですけれども、私の発表を終わらせていただきます。